はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3続きをやっていきます。追跡者をなんだ隔離するためにおとりになって死んでしまったところですね。なのでそこから始めていきます。イベントはカットしていきます。来た。で、ここ一発食らったからちょっとなんか回避しちゃうわ。待って待って、テンパってんな。行って後ろなんか見えないんだよね。ほら、一旦距離を取ってで回ってでこっちから行ってちょっとどこにいるか見よう。やつが、あ、来た。今来たのか。こっちから来るよね。来てねえし、くるーっと。これを使えば。よし、使おう。俺か、当たらないように。ほら、どうだ。よし、今のうちに戻ればいいのかな。ヘロヘロだけど。開けられんの、あそこ。ここはまあ復活したね。充電バッテリーみたいなやつで、入り口が閉まってるからなんかボタンとか、あれわかんねえ。なんだあれ、ちょっと待って。今ここ閉まってるでしょ。でこうでしょ、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 こう来て、あ、弾があって、これなんだ。サプライケース、ダクトのハッチ、ここか。ちょ待ってよ、じゃあどうすんだよあいつ。来てっか、ひざまずかせてるから。来てる、やばいな。ちょ、一回ここでもう一回電撃を食らせよう。やつの姿が見えた瞬間に電撃。さあ来い。来てる、しようとしてる。こういう時ってイヤホンとかつけながらねやってた方がいいんだけど。来てない？って言って顔出すと、来たなんだあいつ、待ってたのか。俺の姿が見えなかったから探してたのかな。はい、おい、いたしで一撃で、あ、まだ生きてる、生きてるけど救急スプレー使おう。死んだかと思った、完全に諦めてたわ。なんかサプライケースっていうのがあったよね。どこだ、ちょっと待って、これ待って、まずハンドガン通るでしょうか。これか、サプライケース。よし、 OK で、ダクト、あ、これか。 OK、 ちょ、絶対 OK じゃねえし。来て、待ってもう一回あの電撃のところにおびき寄せよう。いや、最初のひざまずいたところでやっとくべきだったんだな。こいつ何、こいつ頭は悪いよね。まあ所詮あれだからか。来る、やめてほしいんだけど、こういうの靴とかに当たんのかな。あ、来た、突如としてなんか生き生きとしだすような。はい、うわって、横が抜けらんねえな。うわ、逃げろ。あの電撃ってどれくらいなんだろう。ハンドガンよりはさすがに強いよね。もう一回ひざまー、け、長い。よし、いや、これ捕まんだろ普通に。いや、捕まらない。あいつは入ってこれないか、体格的に。え、どうする、なんか逃げよう。まだ音してるからね。これはバルブハンドル、あ、あれか、回すんじゃないのか。あ、回してる。この扉は頑丈だよね。頑丈だけどさ、横のレンガとか余裕でぶっ壊されっから。カルロス、聞こえる、カルロス、
さすがにこの距離は無理でしょう。あ、セーブポイント、地上への出口を探す。これは地図じゃん。下水道の地図、やったね。この辺りの地図か、助かるわ。でレッドハーブゲットして、草持ってたっけ。あ、そうだ、サプライケース、補給物資が入っているアンブレラ社製のケース、やったぜ。結構すげえ。ふざけんな。これだけかよ。まあまあまあ、助かるは助かるよ、そりゃ。ハンドガン、ショットガン、ショットガンの弾が多くなってきたな。で残ってるのはキーピックどうすっかな。レッドハーブだけ持っててもしょうがねえしな。回復が一応手持ちで救急スプレー、ここに救急スプレーが1個、キーピック一応持っていくか。不安は残るよね、段数的に。これこのままずっとまっすぐで、なんかあるね、なんかあるけどわからん。こっちからは入れないか。でこう来て、こう来て、これ上多分ショート化だな。え、何やめてほしいんだけど本当にさ。ん、どっちだ、あっちの扉から行ってみよう。あ、なんか必要だなこれ、カードキーか、違う、なんか左に。動力か。下水管理施設の施錠強化について、当施設の管理区内で不審者の目撃が相次いでいます。つきましては老朽化した鍵を段階的に電子錠に交換し、セキュリティの強化を図ることにしました。電子錠の改変には専用のバッテリーが必要です。はい、バッテリーをはめ込むんだ。珍しいタイプの扉だな。下水管だから流れてる、いろいろゴミが。こっちは何にもなしか。え、戻れる？もう最悪、この服燃やす。戻れなくね？この服燃やすしかない。これさ、バイオハザードから生き残ってこの服まだ着るつもりだったの。金だらけだよね多分。どっちだ、うわ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 、ちょっと待って、なんかガノトトスみたいなのが出てきた。マジか、いやマジガノトトスなんだ。ちょっと待って、あ、オッケーオッケーオッケー、これか。え、ちょ、え、マジで、ちょっと本当に待って。やばくない？いや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 、あ、いや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 、口をやっぱ開いた時、いやでも無理やり、そうだ無理やり開かせるよね。で弾がなくなってきた、どうした？何なのこの生き物。ガノトトスだよ。待って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 、10発しかない。やつが出てきたらショットガンだな。いやガノトドス何体いるんだ。はしご登って開けて、ん、なんこれ、薬莢、なんだ、ん、薬莢 A と組み合わせることって、焼夷弾2つ組み合わせることで硫酸弾、グレネードランチャーじゃん。そんなもん持ってないんですけど。研究助手の飼育日誌、さっきのか、さっきの飼育してたんだなきっと。これなんかガンマかなんかよくわかんないけど、ガンマ個体を初めて培養液から取り出す。動きはやや緩慢で攻撃性は低い。あ、そうなんだ。いくつかのホルモンや薬剤を投与、うち一つが効果を示し攻撃性が著しく上昇。ふざけんな。素早い動きでターゲットを丸飲みにする。 U 本社での、これアンブレラ本社かな、ガンマ研究打ち切りが正式に決定した。廃棄直前に特に高い知能姿勢を示す個体を密かに搬出、かねてから用意していた新ラボに無事移送完了。すべてはガンマの実用化に心身を注ぐドクター・ローガン・カーライルの熱意の賜物だ。
下水管を利用した飼育を開始して2週間、猛暑による水質悪化が心配だったが問題ない様子。ガンマは複雑な下水の構造を2日ほどで完璧に理解し、ラクーンシティの地下を自由に散策している。どの個体も博士には非常に慣れているが、制御不能に陥った場合に備え高火力の武器を導入した中古品らしく精度に不安はあるが保険にはなるだろう。下水局の現場主任に賄賂を握らせ確保したこのラボだが、ガンマの増産を行うにはそうそう手詰まだ。移転を検討する。ラボに迷い込んだ清掃員1名をガンマが的確に処理、十分に実用に頼ることを証明した。明日にも報告者をアンブレラヨーロッパ支社に送付する。これはガンショップ剣道からの送り状。この度はガンショップ剣道の製品をお買い上げいただきありがとうございます。グレネードランチャーは局面に合わせて弾薬を交換するで最交換することで最大のパフォーマンスを発揮します。本製品は当店独自のカスタマイズによりあらゆる種類の弾に対応可能です。リユース品につき連射機構が機能しません。そのためリロードは手動になりますが、破格にてご提供いたします。炸裂弾は A が2つ、上位弾 A+B、硫酸弾が B×2、 合成により自作可能。マインスロア弾自作不能。マインスロア弾はガンマの暴走対策には必要なしと判断し購入は見送り。まあそうだよね。あ、これあんじゃん。グレネードランチャーゲット。でかくねもう持てねえんだけど。弾は何が入ってる。これは焼夷弾が入ってるのかな。でもうないんだけど枠が。でもガノトトスに対してはさ、2つ使う価値はあるかな。2枠いや厳しいね。まあ行くか。ショットガン、ショットガンどうだろうな。ちょっと接近しなきゃいけないっていう怖さがあるよね。でちょっと待って、これこっちだっけ。あ、こっちに行って研究室、上がこれ多分初等科だな。そうするとあれ、これなんだ、手榴弾どこにあった。手榴弾口の中に投げ込むっていうのもあるじゃん。ちょっとやってみっか。出たらだけど、こいつさっき倒したところ、あ、これが手榴弾。これ以上持てない。まあいいや、覚えておこう。あれ、あ、このはしごから上に行けるな。ここ行けないから、あ、違う違う違う、ここ閉じてたんだ。一回じゃあこっちだな。やっぱり手榴弾は左ね。ちょっとすぐ投げられるようにしとこう。やつの口を閉じたら即手榴弾だな。はい、来た。こっからさ、ショットガンってどうなの。なんかダメだな。ちょっと手榴弾に変えてるときに一気に丸飲みにされたんだけど、ひどい。いや、やっぱりショットガン近づかなきゃ無理だ。ってことはハンドガンで口開けて手榴弾投げ込んでの方がいいかな。熱や乾燥に弱いハンター Y には焼夷弾が有効だみたいなことになってたよね。これハンド10個しかないんだけど、弾が1ターンで倒したいよな。そうするとじゃあもう多分1回しか口開けらんねえから、丸飲みしようとするときはまあチャンスではあるけど、ちょっとそれは危険。ちょっと一応口を狙っとこう。はい、遠いんですけど。あ、倒した。お、いいねいいねいいね。あ、倒してる。あ、これ死んだな。よしよしよし、手榴弾ってことはさっきの手榴弾回収しよう。やつの死体近くになかった。どこだっけ、あれどこだっけ。あ、これだ、これ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 。ん、回収したね。よしで弾は6発かかんのか。弱点らしき感じもないからな。でこっち来て、ちょっと待って、でこっち二股に分かれるから来た。マジか。
緒に下がろう。ちょっと待って待って、弾がね。ちょっと待って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 、なんだよ。焦る焦るマジで。最新のセーブ出た。あいつ倒したらセーブしに戻ろうかな。またここからハンドガンは10発。1体目はさっきと同じく対処してうまくなんとか5発で口開けさせたいんだけどな。武器変えてんのにちょっと時間かかるんだよね。やっぱりここも来るからやつが潜んでんだ。見える。おい、お、いいねいいね。どうだ、消えよ。よし、なぜか知んないけど4発でいけた。同じパターンでいこう。手榴弾を回収する。やっぱり当たる部位によって違うんだな、ダメージが。こいつに対してのショットガンはちょっと相性悪いからな。ハンドガン最初の1匹で使いすぎたよね。じゃあまあ分かんなかったからどういうやつか。これこっち行けんの、こっち行けそうだけど出てくんだっけ。出てきたな。ダメージしか達したっぽい。よし、チャンス、消えよ。ポツンって大丈夫か。よし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 、もうダメだ。ハンドガン使い物にならん。多少危険を犯してでもショットガンにするか。で研究室に行ってみるか。研究室に来たけどさ、何を探すの俺今。機械装置があるね。あいって、あーこれか、バッテリーパック。ふざけんな、これ2マスじゃねえかよ。いや足りなさすぎるよ。ちょっとバッテリーパックじゃあ置いといて、強化火薬も持てねえし、一応ここ開けるだけ開けるか。開けたらキーピック置いてくる。ちょっともう節約しないと。弾 A 重ねちゃうこれ。焼夷弾、ガンパウダーか。でハーブね。とにかくもう持てないんだよ。ある男のラブレター、愛しのスイートハート、君たちとこの場所へ逃れてきてからもう3ヶ月になるね。研究所で君たちが産声を上げた時、僕は感動に打ち震えた。これあいつ多分あれだ、ガノトトスへのラブレターだな。愛らしいフォルム、絶大な破壊力、そして尽きることを知らない食欲、ハンターシリーズの最高傑作が誕生したんだと。けれど上層部は君たちの破棄を僕に命じた。兵器として重大な欠点があるから。君たちの欠点、それは熱への耐性のなさ、そして捕食時に急所をさらけ出してしまう無防備さ。けれどその不完全さこそ僕が君たちを愛してやまない理由でもある。ここで僕と共にさらなる進化をの道をたどり、そしていつか必ずアンブレラに証明してみせよう。君たちハンター、ハンター Y じゃなくてハンターガンマこそが頂点に立つべき存在なんだと。そんなこと書くのかね。ちいちいちいち、バッテリーとあれを両方持てないからな。グレネードランチャー、この後ろっていける。なんか道には気持ち悪いなってるけど、箱が一つ。ちょっと待ってね、セーブしてから行きたい気がするな。なんか倒れてんね。この箱はこれ倒そう。でこれガンパウダー、ダメだこいつ。え、一発使っちゃう。いや大丈夫か。ショットガン弾、水道局員の手記。まあただ今度はケインがやつにやられた。俺はこの目で見た。かわいそうに頭から丸飲みだ。2週間前に消えたビールもやつにやられたに決まっている。子供が生まれるのはあんなに楽しみにしていたんだ。ただの失踪なんかじゃないって何度も訴えたのに RPD はまるで取り合ってくれなかった。クソったれ、ヘドより臭い卑怯なカエル野郎め、逃げかけれせずに出てきやがれ。
警察なんぞもう頼るか、水道局の上の連中も信用できない。次に姿を現したら俺がこの手であの弱々しい大口をぶち抜いてやる。みんなこう手記書くの好きだね。あれ、あ、そっか、これさっきガンパウダーか。アイテムを整理する必要があるな。帰りにちょっと出てこないことを祈る。こいつらなんか下水のところからニョキって出てくるからね。一応排除したなって思ってもどこから出てくるか分かんないから油断はできない。で、ちょっと今グレラン無理だ。グレラン持てないし、キーピックも預けて、ガンってことはこれいらないよね。ハンドガンは一応弾のために持っておこう。で、手榴弾もう一個追加で出すか。こっちにあるから。で、強化火薬、あー、レッドハーブ、グリーンハーブがあったからちょっと出しとこう。これくっつけよう。で、ちょっと待って、2枠でしょ。2枠プラス1枠でやりくりするか。よし、ちょっとセーブをするか。さて行こう。ショットガンのカスタムパーツがついて、どう変わったんだかいまいち分かんないんだけど、命中精度が上がるって書いてあったよね。多分今この段階では追加の敵は大丈夫だと思うけど、手榴弾もやっぱ一応熱なんだね、爆破だけど。そのままさ投げて一発で倒せないかな。それはさすがに無理か。やっぱ弱点をさらけ出したところでやるっていう。で、バッテリーパック、ゴーグルみたいなのつけた方が良くないか、こういうところは。で、まず先にちょっとこれグリーンハーブで、グリーンハーブをつけて、ガンパウダーからの強化火薬、これはもうくっつけちゃう。よし、でもだいぶショットガンの弾が増えたな。これでいこう。やっぱ2枠ってきついよね、めちゃくちゃ圧迫する。で、バッテリーつけたら取りに戻るべきかどうかなんだよな。マジかよ、来たか。倒れ、倒れないか。どうだ、無理か、遠いのか。やっぱり、いや、ショットガンでもまだ全然追い詰められたらかなりやばいな。どうだ、あ、死んだ、普通に死んだわ。手榴弾、ちょっと待って、手榴弾をショートカット登録でこっちにしてなかった。今のやり方でもまあいいか。手榴弾もそんなに数があるわけじゃないからね。よし、これで、マジか、くそ、下がりなかったな。で、最悪一回ちょっとここで下がろう。口開けて1,2,3,4,5,6発くらいか、多分。よし、5発。ガノトトス何匹いんだよ、マジで。何匹培養してんだよ。これ弾とか落ちてこないかな、待ってたら。下水で、下水から落ちてきた弾なんて使い物になんないよね、どう考えても。これで、あれ、どこだこれ、え、どういうこと、サイドパック、え、守備室行ってないよね、まだ。あれ、バッテリーここで使っちゃっていいの、取り外す、いや取り外さないよね。あ、取り外す、あ、取り外すわ。あ、そういうことか、なるほど、わかった、用途がわかった。電気足りんのかな。
うん、開かない。いや、開かないわ。マジか。で、向こう側から開けるんだな、そうすると。ちょっと守備室生きてんだけど。ただ慎重に。ここでは奴は来ないか、でも。来んのか、普通に。前段ヒット、弾が一応前段ヒットさせれば。5発でいける。いけなかった。もう一発だな。ちょっと彩ってる余裕はない。うまくショットガンの弾がばらけずにヒットすれば5発。通常で6発かかるか。あ、上だけじゃなく下にもあったか。まだ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 ってわけじゃないけど。おお、バッテリー、あっちから回って取ってこないとダメか。あそこ開けて、こっちから開けてバッテリー回収して守衛室だ。ちげえし、なんだよこれ、また鍵かよ。あ、このバックパックって書いてあるところがさ、またあれだよね、いやらしいよね。マジだって足りねえもん。あれ、これでガチャってやって、え、ガチャってやって結局でもここに戻ってきただけだよね。サイドパック、あ、ガチャってできたから、ん、ちょっと待って、わかんないわかんないわかんない。ガチャってできたから、今あそこにはまってるロックされた扉、ここバッテリーがはまってて、こういって、そっかそっかそっか、分かった。でここから登ってくればいいんだ。 OK。あれ、これ上に戻れなくね、そもそも。いや、なんだ、わかんねえ、ちょっと待って、これここは上に戻れないよね。でさ、やっぱりあっちから戻ってこなきゃダメか。開いた。鍵が必要かと思ったら全然必要じゃなかったんだけど、超さまよったんだけど。まあいいや、回収しよう。だって一回さあ、ふいってやって開かなかったじゃん。もう一回やんなきゃいけないの、ひどくない？ただこれでもういける。ん、待って待って待って、先に守衛室のところバッテリーやろう。一回こう、ん、ちょっと待って、いけないか。え、ここで上がって結局あそこでバッテリーを使うから、ちょっと戻ろう。でここだ、よし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 。でガチャッと、で、あ、さっき見えたのこれか、サイドパック、やったぜタワクで、これはこれなんていうの、何役っていうので、ガンパウダー、このガンパウダーどうしよう、こっちに組み合わせちゃおう。で弾入れて口開けさせて、手榴弾が一番多分効率いいと思うんだよね、弾的にも。で、あとそうするとグレラも回収したいよな。2枠増えてグレランで2枠使うっていう、ちょっと待って、バッテリー持ってきてねえや。バッテリーを回収しなくては。でこっちから行って、ちょっとめんどくさいけどグレラン回収するか。でもそうすると上位弾をやるところがないんだな。これか、これを外すか。
で、弾回収。ちょっと弾回収できねえ。できた。よし、じゃあちょっとアイテムを一旦これは置く。で、グレランを持ってきて、回復が一応2つあるんだよね、今のところ。いや、持っとくか。これも一応2発使えば開くっちゃ開くんだよね。うん、これでいこう。いう感じで、じゃあ、あそこのバッテリーパックはめるところは次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。